アキラ、お兄さん、やって、こんにちは、アキラお兄さんやで、バイー。さあ今回は何でしょう。すごいでしょこれ。何ですかこれは。これ卓上でできる電気フライヤー。電気フライヤー。フライヤー。揚げ物。そう揚げ物。できんの。で今日はフライドポテト、はいはい、何種類買ってきたんで、はいはい、これを実際揚げてみて、はいはい、オリジナルフレーバーで食べる。おこれもネットで結構話題なものから、はい、スーパーで売ってるものまで買ってきたんで、はいはいはい、どれが一番うまいのかなみたいな。これいくらぐらいするんですか。これね5000円ぐらいだったっけ。5000円しないぐらい。あ、そうなんや。へえ、いいね。いやこれ、うん、子供いると危ないですけど、はいはいはい、一人飲みの時とか、まあ、パーティーの時とか。でも家で揚げ物ってやっぱあんませえへん。そうですよね。めんどくさいからね。しない。そう、せえへんくなってきてるから、なんかこうあるといいね。おい、おい、おい、うわー。サクッと開封するね。あ、開封していきましょう。遅い。もう開けてるから触れてた。開封です。じゃじゃーん、ドーン、おいドーン。こっちのドーンは違うんだけど。重さはどうですか。結構しっかり、はい、重たいですよ。ぶっちゃけもっと安いのあったんです。ほうほうほう。フライヤーのランキングとかもあって、はい、でいろいろ調べてたらレビューと、うん、あと価格と、うん、一番なんかバランスがいいものを選びました。あ、これ一番バランスがいい、はい、そう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 。なんかすごい一番安いとかではない、うん、開け方が分からない。開け方が分からない、はい、開け方が分からないですね。これかこいつか。いいですね、この説明書を見ずに。説明書は一切見ません。はい、でこれがあーはいはいはい、入れるやつ、入れるやつ。このまま入れてそのまま揚げたら油切れるやつ、うん、そう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 。こんな感じにできるってことね。はいはい、そういうことですね。何個か前からのあれで皆さんお気づきかもしれないですけど、はい、今回の収録してる場所がちょっと違うんですよね。ちょっと違いますね、うん、はい、ちょっと背景とかで分かるかなと思うんですけど、はい、まあいつも撮ってるところから1分ぐらいですね。そうそう、はい、しかもエレベーターので降りる時間とか上がる時間も含めて1分。1分、そうですね。で、これを一回こっち見ていい？はい。めちゃくちゃ単純やで。温と温度の調節だけ。160から190、うん、ですよ。これはね、175度。175。そんなのはない。まあでもなんか大体そこら辺ぐらいでしょ。180みたいな。はいはい、180にしましょう。柄があるんでね、はい、で、油どれぐらい入れる？なんかそこら辺に線があるんじゃないですか。これ、あ、これですね、これこれこれ。2線あるよ、2線間に。じゃあ間にしようか。間に、はい。アキラさん2種類ね用意したんです、はいはい、どっちタイプが好きですか。皮付きのタイプと、これあのマクドナルドタイプ。ああ、そうですね、私子供なのでこっち。あ、マクドナルドタイプ、はい、あ、でもうちのスタッフたちも全員。あ、そうですか、はい、あ、柔道ボーイは。柔道ボーイも。自分のことを柔道ボーイもって言う人。柔道ボーイもって言っちゃった。可愛いですね、柔道ボーイがどんどん可愛くなってきた、ね、一旦これを、はい、入れましょう。結構な量ですよね。え、あ、もうこんなに油流し込んだ久々ですよ。ああ、そうですね。こんなに家庭用の油入れたの初めてやった。確かになくなったね。じゃあ温めていきますか。はい、じゃあ180度に。え、どうやって分かるんだろうこれは。これ今ついてます、電気。あ、ついてる。ほんまに？ちょっと一回消すで。消えました。消えた。あ、ついてる。オッケー。じゃあ180ぐらい？どうこれ今180ぐらい？うん、2、3分だって。こっちちょっと長いのかな。こっち3分。あ、昨日さ思ったんですけど、バンド変えました？その。変えました。やっぱり。はい。なんかちょっとスポーティーなやつでしたもんね。そうです、はい。ね、そういうの変えれるのいいっすよね。アップルウォッチ。あ、そうですね。え、で、アキラお兄さんも思い出したんです。あ、そうや。え？アキラお兄さんってもともとイメージカラー白やん。あったまってきてるんですかね。適温になると電源ランプが消灯する。適温になるとがいつなのかわかんないですね。まあでもアキラお兄さんもっと板前なので、うん、あの、パッて指入れて大丈夫。え？はい。温度はわかります。ええ、危ない危ない。一応教えられたんです、板前時代に、はい、どれぐらいが適温かって、うん、サッと入れてやばいと思ったら180度やった。あ、湯気が出てきてますね。
あー、ほんとだ、後ろから出てるよ取れてないのちょっとその間にこれを見ときましょう。あー、見ときましょう、ね、フリフリシーズニングパウダーコンソメ味、よくあるじゃないですか、バーって振りかけてフレーバーをつけるって、はいはいはい、そのバージョン。業務用スーパーで売られてるやつ、業務用スーパー、はい、フリフリ、はい、で、この右のは一番スーパーで買います。あ、スーパー、あ、スーパーのそういうタイプ、はい、これね、明太マヨ。あ、明太マヨね、はい、で、はい、マヨネーズとわさびでわさびマヨ、はいはいはい、はい、と、まあ普通にケチャップとあと粉チと、うん、あともう一個、あの、そこ見えないかもしれないですけど、なんかふりかけタイプのありますね、ガーリックガーリックポテトのもと、うん、はい、あ、消えた。消えた。よし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 。消えました。じゃあ。じゃあ、オープンしますよ。はい。ちなみにここは熱くないです。あ、そうですか。はい。ここは熱いです。はい。あ、サイドもちょっと熱いので皆さんお気をつけください。あ、熱い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 。はい。じゃあ、これ、どのぐらいやろうか。ストップで言ってください。おい、おい、おい。え？え？ストップって言ってくださいって言うチャンスないぐらい一気に来てる。ポテト、うん、あ、食べれるでしょ。どうぞ。あ、芋だ。いける。開けていいですか。あ、お願いしますよ。こっち向きですね。はい。飛んでない飛んでない、結構結構飛んでる。これでも簡単やね。簡単ですよね。うん、10分待ってこれ3分でいけるかな、ね、3分、2分半、2分半から3分、うん、はい、じゃあ2分から3分。さあ、もうすぐ2分なんですが、あ、どうしようか。じゃあ一回2分で見てみます。はい、見てみて、見てみましょうか。もうここも熱いです。おお、油が飛んでるからか、うん、あ、まだまだもうちょいね、うん、いや、でももう3分ですよ。なぜだ。いや、もういけてんじゃないですか。いけてるのかな。いけてるのか。ちょっと説明書に従ってみましょうか。はい、ちょっと尺ですけど。はいはい、3分なりました。じゃあ一回見てみますか。鍋の縁にバスケットフックを引っ掛け、前から、あ、そうですね、そう、はい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 、ちょっとどんな感じか、ちょっと食べてみますか。あげれてる？あげれてます。え？あげれてますか？あ、ちょっとしんなりしてるな。もちろん、お好みはもうちょっとカリッと。カリッとじゃないですか？あの、揚げ終わったらちょっと言ってください、一言。え？もう揚げ終わったら一言。揚げ終わったら一言。はい。あの、揚げ終わったって言ってください。揚げ終わったって言えばいい、はい。はい、4分経ちました、はい、じゃあ、いや、そのマクドナルド感にいらない、わざわざそれをやりたい方に入れてくださいね、じゃないですか。あ、よかったら、いやいや、いいです、いいです。ちょっと食べてみましょうか。はい、うんうん、さっきよりは手持ちカリッとなりますね。おう、はい、あげますか。はい、はい、じゃあ、はい、何からいきますか。何します。これバター醤油。ああ、うまい、絶対うまい。コンソメバーベキューレモンペッパーミックス。僕一番はバター醤油で、二番目そのレモンですね。あ、そう、はい、気になるのが バター醤油からいきますか。はい、はい、お、うわ、めっちゃいい香りする。マジっすか。うん、これ何本ぐらい。うん、うん、この量で考えたらちょっとずつの方がいいもんね。そうですね。さあ、どうすっかな。だからちょっと気をつけてくださいね。はい、やべ、手びれちゃった。はい、2分、3分3分、はい、はい、そんなことを言ってる間に、はい、一応、今少量目でやりました。うん、どうすか。うまい。
つみんな、おうおうおう、はい、いただきます。激うま、激うま、あやっぱり揚げたてうめえ、揚げたてうまいね。え、レモンいく、レモン、うん、はい、あーうまい、バターしょうゆうまい、あーうまい、レモン、あーさっぱり、あーいい、うん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 、こいつ有能やね、うん、なんかいろんなものに使えそう、うん、こいつうまい。どうします、バーベキューも行きます、あーバーベキュー行きましょう、せっかくだから全部ね、うん、もうこれでコンソメと、へぇ、コンソメと、あ、かけすぎだ、いや大丈夫じゃないですか、あ美味しそうな匂いが、あーあーうまい、うん、うまい、バーベキューだな、はい3分、はい、おお、いいね、おお、いいね、いいね、なんかこっちの方がうまく揚げれてる気がするな、なんでだ、なんか色がついてる分かな、これコンソメ、コンソ メ, コンソメとチーズだって、あうまい、うん、あもうちょいあったのか、チーズどれぐらい、結構いっちゃってもあのでっかい丼取ってもらっていい、うまうまい、あなるほど、おいしい、うまい、これ新しいやつ、はい、こいつもさっきのやつ順でいく、あ、でもまだやってないのがあるんですよ、この、あ、そっちね、はい、こっち系を新しいやつで、はいはい、やります、はい、ガーリックポテトの元は太いやつに入れていいですか、ああそうだね、これじゃあこれちょっといってみる、うん、はい、いってみましょう、揚げ物パーティーいいですね、いいね、うん、いい、これうま、あ、やば、これうま、今までのファストフード、うん、居酒屋、居酒屋、うん、まわさびマヨ、わさマヨ、わさマヨ、どれぐらいつけたらいいんだろうね、がっつりいってみましょう、うんうん、うまい、わさマヨありですね、うん、結構つけても大丈夫、好き後半戦にいいね、うん、前半戦やったらちょっとあれかもですけど、後半戦のエンドレスポテトフライにはちょうどいいですよね、好きね、これは、あこれはもう分かってるもん、うん、そんなもん、明太子とマヨネーズとポテトでうまいもん3つ合わせたら、うん、うん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 、うまい、うんうん、うまい、うん、明太子ってずるいな、明太ずるい、うまいもんな絶対、うまい、え、なんかやばいな、太い方が美味しく感じちゃった、ちょっとあれちゃう、その濃いもん干してるんちゃいます、ああ揚げたてやし、確かに確かに絡みやすいし、こっち揚げてからちょっと時間経ってるから絡みにくい、単純に塩だとこっちがうまいかもしれないけど、いろんな味付けでやるとこっちの方が絡むのかも、うんうん、太い方が、うんうん、うまいんですよ、粉チコンソメもいっときましょう、はい、こういうの出す、太いの出すファストフードってモス？モス、モスはこういう系？あいやもうこれあかん色してますよ、あイタリアン、イタリアン
あーうまい。まさかの展開ですね。まさかの展開、うん、太いのの方、うん、評価が太ポテトの方が相性がいい、相性がいい、絡みやすい、うん、うん、ダークホースダークホースでした。やばいな、やばい。どれ1位ですか。太いのの、うん、チーズコンソメ。わかるわかる。ちょっと衝撃、ちょっとうまかったな。もうこれはちょっとうまかったな。あきのりさんは。え、俺もそれまでちょっとガーリックポテトの素と、はいはいはい、塩頑張ってて、レモンこう設定でんけど、ポーンとポーンってこいつが最後だろうから結構バババって入れたらそれが正解でしょ。それが正解、はい、薄味でとかじゃなくてやっぱりがっつり濃い味が正解でした ね、 うね、うんうんうん。でもちょっとこれは太ポテトのこれじゃないですか。うんうん、1位はね、1位はこれです、うん、で、うん、2位が、うん、まさかの市販の香りソルト。これな、何につけるのが唐揚げとかいけんじゃないですか。ああ、でもチキンソテー、サラダ、パスタ、魚のソテーなど。ああ、うまそう。これ結構有能ですね。有能で、僕はこれも好きでしたね、ガーリックポテトの。ああ、うん、もう干してるやん。ああ、それね、わさびマヨ。わさマヨね、わさび好きなんですよ。ああ、はいはい、やっぱね、山わさび、うん、山わさびね、より一層ファンになったって言ってましたよ。え、うちの父ちゃん母ちゃんが送ったものをちゃんと食べて食べてくれてあ、美味しい、うん、美味しいし、これめちゃくちゃ便利、めちゃくちゃ便利。子供たちも親と一緒にやったら簡単にできて、唐揚げもできるみたい。うん、唐揚げ、あとはコロッケ、はいはいはい、だから揚げ物パーティーですよね、本当にですね、うん、はい。このフトポテトの良さに42歳で気づく。いや本当に、はい、いや目を背けてましたね、太ポテトに。うん、あれでしょ、どうせ芋の味多めのね、あれでしょみたいな。太ポテトの塩しか知らなかったから、そこね。うん、太ポテトこんな絡むんかい。いやーびっくりしたね。ほんとちょっと衝撃ですよ。うん、ごめんなさいね、もう皆さん周知の事実やったら、うん、何言ってんの浜谷明のお兄さんいやいや、それ知らんかったポテトは太でしょすいません、たまたまうちのメンバー一人も太ポテト派がいなかったいなかった、はい、だから家で味変して楽しむんなら、うん、太ポテト、太ポテト太ポテトの人もこれとこれね。いや、これはもうすごいですよ。これ158円らしいんで、いや、いいですね、ね、めちゃくちゃいいですよ。というわけで皆さん、太ポテトぜひこちらでね。いや、これはすごい楽やし、はい、これ、ヤマゼンだっけ。ヤマゼン、ヤマゼンさん、ね、おなじみの、うん、はい、山瀬さんね、ほんと安くて、はいはいはい、なんかかゆいところに 手が届くというか、うんうん、普段僕らが使ってないようなものも出してるんで、はい、そうですね、このニッチなね、調理器具とか結構出してますんで、これはでもほんまにいいですね。あとはだからちょっと片付け、うん、片付けだな、の、レビューはまた後日もしもあればね、うん、はい、というわけで皆さんもぜひこの味変ポテトパーティー、うん、皆さんもぜひやってみてください。というわけでまた次回、さよなら、バイーン。けん玉じゃんけんよー、けん玉じゃんけん、じゃんけんおーグーでした。というわけでこの持ち方の人の勝ち。